下手くそな付き合い方教えてあげるな。簡単やね。下手くそな付き合い方これな。下手くそな付き合い方は低困難になってる人で、上手な人は高低評価。低が細かったら真ん中ついてるときはほら強くつけるけど、ちょっとずれたらあれってなってまうよ。あれってなってまう。なのでしっかり低パーやってみ。親指と小指をしっかり広げる。パーパーパーで、指紋あるか。指紋ない人おったら後で言ってね。どうにもできへんけど指紋のあるところをね、しっかり特にね、指紋のあるところだけつくんじゃないで、こんなんじゃないけど、指の指もここもつくんだけども、特に指紋のところにしっかり力つく。こうやってつけたらすごい上手、上手になります。こうやってる人はこの人もうずっと上手くなれへんで、こんなん嫌やろ。こういうふうにしっかり手広げてつく。はい、ちょっと広がってやってみよう。テーパー、まずテーパーしてから。もちろん経験や理論、それから実績、実践に基づいて、もちろん教科書のことも入れながら教えているんですが、私たちは私たちなりにスポーツ心理学や脳科学を取り入れて、もしくは体の構造、古武術的な体の使い方、どの要素を子どもたちに教えることがいいのか、子どもたちの体の構造、利き手利き足、効き目、そういったことと、子どもたちが満足感が持てるような、心地よくシュートが打てるようなシュートフォーム、そこを目指して指導をしています。まあ、一例で言うと、例えばお医者さんにしても、患者さんの個人カルテが一つ一つあるように、一つの症状ですね、例えば足がむくむという症状が出ている患者さんに対しても、それは心臓の拍動が弱いから足がむくんでいるのか、もしくは腎臓の排出機能が弱っているから足がむくんでいるのか、もしくは肝臓の吸収機能が悪いために、足がむくんでいるのか、その足がむくんでいるという原因についても、お医者さんはそれぞれいろんなアプローチをして、診断をされると思います。私たちも心が少し弱くて緊張してシュートが入らないのか、もしくは体の構造上、自分の体の構造に合った使い方がうまくできていないのか、もしくは技術的にうまくスナップをするということができていないのか、そういったところ、個人個人の成長段階に合わせて指導することを大切にしています。まあ、その指導のノウハウを今日は皆さんにお伝えできればと思っています。